はい、白です。ソーラーシェアリングに期待されているものというお話なんですけれども、まあ、改めてですね、ソーラーシェアリングの魅力に迫るというバ、no. ー2のちょっと記事に該当する部分の動画になりますが、まあ、ソーラーシェアリングっていうのはですね、やっぱりその太陽光発電と農業を併用してやっていくところなんですけれども、その簡単なですね、魅力について 農水水産省がですね、あの文章にしてあるんですけどもそこからちょっと読んできますね農林水産省がその目的として明確に示しているのは農地は国民の食料の生産基盤であり今後とも有料農地を確保していくことが重要であり他方再生可能エネルギー発電設備の設置等の土地需要にも適切に対応することも必要という点ですということなんですよねだからこの点2つの点を合致させたのが ソーラーラシェアリングになるとでその上でソーラーシェアリングに期待されているのはバイデン収入による農業経営の改善や地域活性化といった視点にあります実は2012年 FIT 導入以降の再生可能エネルギー発電設備を建てるために農地転用された面積は合計700ヘクタール以上に上りますこれは山手線の内側6300ヘクタールよりも広く東京都の八丈島 6952ヘクタールとほぼ同じぐらいです。それだけの面積の農地が再生可能エネルギー発電事業のために消滅しているということは食料もエネルギーも自給率を高めていく必要があるとされる日本においてエネルギー生産のための食料生産基盤を潰しているとも言えるでしょうまさにそうですよねなので、まあ、ソーラーシェアリングによってですね両方を一挙両得やっていくというところですよね そんな状況下にあってソーラーシェアリングは農地で食料もエネルギーも生み出せる一挙両得の取り組みだと言えますそのため太陽光発電などの設備を設置できる農地の要件も幅広くなっていて実はこれがソーラーシェアリングに取り組みたいという人々を増やす大きな理由になっておりますその要件とは原則として農業以外の用途に用いることが認められ農業農業地区域内の農地や 高種農地、第1種農地、これも同じような条件ですね。第1種農地というのは10ヘクタール以上とかの農地を指したりとか、高所農地というのも同じようにです、ね、農地転用できない、農地から他のものに転用できない土地と言われています。に太陽光発電設備を設置できる。太陽光発電設備を導入できるということなんですよね。まあ、これはは、詳しくはあの ホームページでね、他で見ていただくといいと思います。これ私もちょっと下にリンクをね、少し載せておきます。で国内の農地の総面積約450万ヘクタールのち、農業地区域内の農地は403万ヘクタールあり、えー、実に90%近くが農業地区域内です。この農業地区域は、えー、市町村が作る農業振興地域整備計画で定められ、手続きを経ることで、 農業地区域から農地を除外することも可能ではあります。しかし、農林水産省は2025年度時点に、確保すべき農業地区域内の農地の面積を403万ヘクタールとする目標を定めており、現段階で常にその水準の面積であるため、除外手続きを受けることは容易ではありません。あーなるほどですね。2025年ですから、まだまだ先でもですね、それだけ、 農地をね、確保しようましょうよというふうに定めているわけですね、目標として。だから、これからの農地転用というのは非常に難しいよというところもあります。そもそも食料生産基盤での農地を用地転用し、再生可能エネルギーである太陽光発電所に変えていくこと自体が、食料生産もエネルギー生産も国内で高めていく必要がある我が国の状況に合致しませんと。そうですよね。 ソーラーシェアリングはこの2つを両立させる取り組みであることからも特別な使いでもって多くの農地に設置できるような措置が取られている。まあ特別にそういう措置が、ね、取られているというところなんですよね。だから、まあ今後ですね、この農地転用という部分ですよね、をやっていくのが難しくなるので、農業とこういったソーラーシェアリングを一緒にやってですね、 でやっぱ発電事業も一緒にやっていくということで農地を転用させずに下で農業をやりながら発電も行うということが可能になってきてるしそれがどんどんこれからね流行っていくのかなという気もしますねまあもちろん農地によってはですねあるいは作物によってはこのソーラーシェアリングができない部分っていうのはあるかもしれませんけれどもまだまだですね耕作放棄地っていうのはですね今後出来上が 安くなってくると思いますなぜかというとやっぱり農業をやってる人たちのですね年齢の高齢化ですね平均が確か62歳ぐらいになってますから相当やっぱり年配の人が多いと思うんですけども、まあ、このの構造をねななかなかこう大きく変化させるっていいううは難しいでしでょう若い人が大量に農業に行くっていうのはちょっとありえないのでと言ってもですねこのソーラーシェアリングで営農がね どんどん行えるからっていうことで若者がどんどん増えていくっていうのも難しいっていうのもありますあるいはですねその土地の地域のですねあの何て言うんですかね結びつきっていうんですかねあのこれはある程度このみんなで一緒にですね農業をやっていくっていう部分では仕方ない部分だと思うんですけど寄り合いだとかやっぱり JA との付き合いですとかねあるいはいろいろなその作業部会ですとか あのお祭りですとかねあるいは父母、えー、会とか老人会とかですねそういったいろんな会合がやっぱりこの田舎では行われてましてそういったものにこう参加して協力してやっていかないとやっていけないっていうのもやっぱりあるんですよね。でそこをですねどう考えるかによるんですけどもやっぱ助け合いがきちんとね行われてるからやりやすいと思って行ける人はいいんですけどもちょっと閉鎖的で。 面倒くさいなと思う人はなかなか難しいと思うんですよね。それが若者がですね、これがなかなかあの農業に入っていけないっていうところもやっぱり大きいんだと思います。うん、だからまあ協力してやっていくっていうのはすごく大事なんですけども、そこがですね、まあ、いろんな口出しをされたりとか、うん、ということで生活にですね、やっぱり支障をたすこともあるでしょうし、やっぱりそれだけの人付き合いが苦手な人はですね、 なななかなか入っていけないといけとうころもありますじゃあどうなるのかっていうと私はですねあの前回の動画でもちょっとお話ししましたけれどもこの電力をうまく使ってまずはあの脳器具の電動化が行われると思いますねそれによって自分どころのエネルギーで脳器具を動かすことができるようになるでそれプラスですねその電動化されることによって自動化が行われることになってきますね これはすぐにはなかなか難しいと思うんですけど、例えば草取りの自動ロボットとかですね、あるいは虫取りの自動ロボットとか、そういうものがどん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 出てくるんじゃないかなと思います。で、あるいはこの監視システムですね、ドローンによっていろんな監視を行ったりとかすることも可能になってくるので、精進化がどんどん進んでくると思いますね。ですので、そこからですね、農業の在り方っていうのがまたどん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 変わってくると。 思いますこれは私のあくまで考え方なんですが 3K の仕事というのはですね徐々に徐々にだとは思うんですけども人間がやらなくてもよくなるようになってくるんじゃないかなと思います。これはやっぱりその今はね産経の仕事っていうのがあの割と高級であったりとかですねやらなきゃいけない仕事としてあるんですけどもやっぱりそれを行うことによって人の あの劣化というのがですね、すごく早くなったりとかしますよね。農業なんかもですね、まあ、も確かにいいんですよ。70、80歳になっても元気にやってる人いると思うんですけど、やっぱり腰が曲がってしまったりとかですね、体への負担というのは避けられないとは思います。まあ、それがあるからね、元気に働けるというところも、元気で生きていけるというところもありますけど、まあ、逆に言うと農業に縛られるということもありますよねで。そこをうまくコントロールしてできるようになるというのも、 いいか悪いかは別として、そういう方向になっていくというふうに私は感じておりますね。はい。えっ、ー、とですね、まあ、こういった、あのー、ソーラーシェアリングという部分ですね、あのどのように発展していくのかという今後の展望ですね、そこまではこ,れここに書かれてませんけれども、やっぱり、あの、精進化というところはですね、この電力を発生させることによってより可能になってきますし、ロボット化とか AI 化というのはですね、これからも まあ一気に来る可能性もありますけど、私は徐々に徐々にだと思うんですけどね、人と協業しながらそういったロボットがどん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 増えてくると。だってもともとね、今の農機具だって昔はなかったわけですから、トラクターだとかね、そういったものが出てきたから大規模農家さんがどんどん増えてきて、海外なんか特にそうですけどもね。でも日本でもそういった部分にだんだんなってくるんじゃないかなと私は思っております。うん、その方が効率的にね、あの、 食物を、ね、作りやすすくななるかなと思いますただね、いくつかの,その大きな農家が独占的にやるっていうのはちょっとね、また良くないかなという部分もあるので、そこはどうなるのか分からないんですけどもね。はい。まあ、ちょっとね、複雑な話になってきましたけども、そういった形でですね、ソーラーシャーリングは今後ですね、太陽光もあの食料自給率を促すっていう目でも、今後どんどん流行っていくやり方だなと。 いうところは間違いないですしそこが大きな魅力でありますしとりあえずは農業を目指したい若者にとっては非常に大きな収入源になると思いますしねあのそこをですねやっぱりあの捉えてやる人はまた増えてくるんじゃないかなと思いますでもうすでに農業法人とかがですねこういったやり方でどん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 あの参入してきてるっていうところはこのちばエコエネルギーとかもそうですけども、まあ、間違いないかなというところですね はいえー、ちょっと自分の勝手な意見なんかもね導入してしまったんで最後まで聞いていただいている方は少ないかもしれませんけどももしね聞いていただいてたらあの実際にね農業の関わってる人たちなんかはより切実な問題として出てくるんじゃないかなと思いますし今後皆さんの地域の、ね、農業はどうやって発展していくのかっていうところもこのソーラーシェアリングが入ることによってどういうふうになっていくのかなってちょっと想像するだけでも。 ちょっといいんじゃないかなと思います。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。